雪中車中泊、車内編めってみましょう。もう完全に中田大学パクってんの分かりました。というわけで後編行ってみましょう。ここからは実際に車の中で止まるときに必要な装備っていうのをご紹介していこうかなと思うんですけども、まずはみんな今ね、話題になってるので、すごい気になってるかと思うんですけども、FF ヒーター。FF ヒーター欲しいよねー。 我が家の車にはついてません。FF ヒーターはもうそれはね、あったらいいに決まってます。エンジンを止めてもね、車の燃料をね、使ってめちゃめちゃ低燃費でものすごい車内を暖かく快適に過ごさせてくれる FF ヒーター魅力的。僕の車も付いてないからね、本当はね、すごい欲しいです。だからもうあった方が絶対にいいです。 だけど、正直に言います。なくたって全然、接中車中泊できます。まず、FF ヒーターね。それを取り付けるためには、導入費用が結構かかりますよね。昔は、本体と設置費用だけで30万円ぐらいかかるっていう、ちょっと高級品だったんですよね。暖房に30万円ってなかなかかかけらなかったでしょで、今は、中国製ですごく安くて高性能な FF ヒーターっていうのも出てきているので、 前に比べると圧倒的にこうね、買いやすくなったとは思うんですが、FF ヒーターだけ買ったらすぐポンってつけて使えるかっていうとそういうものではなくて、それを駆動させるためのサブバッテリーっていうのも用意しなきゃいけないし、サブバッテリーつけるっつったらね、走行充電させるためのとかさ、ソーラー充電させるためのとか、まあいろんなものも考えなきゃいけないし、それからガソリンとか軽油 の燃料からこう引っ張ってくるってなると、それなりの知識と技術もなくちゃいけないので、なかなかちょっと素人では手出しづらいところもあるし、かといって、え、やっぱりちゃんと専門的なところに頼むと、そこそこコストもかかるしで、じゃあ、そんなにね、たくさんたくさん接中車中泊、あるいは寒冷地で車中泊するかっていうと、そうでない人には、僕はね、全然ね、FF ヒーターなんて、 なくたってできますからねっていうのをね、よくご案内してるというか、あの、紹介してます。そこまでして必要かどうかっていうのは、皆さんのその、車中泊の楽しみ方、やり方によって要件とされるといいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあなぜ僕らが必要でないかっていうと、僕たちのようにアクティビティが、えっ、ー、と、メインにある雪山の車中泊とかをする人には、そんなに FF ヒーターまで必要ないんじゃないかなって思います。 なんでそれ必要な人とそうでない人というか車というかっていうのはあると思うんでその辺は、まあ、皆さんの、えー、やり方や過ごされ方とかね旅の仕方によって合わせればいいんじゃないかなと無理くり FF ヒーターないと雪中車中泊は無理ですかって言ったらそんなことに全然できますまああった方が絶対にいいですそれは間違いないちょっとねこれはね、えー、我が家のやり方なので必ずしも 皆さんにおすすめするものではないんですけども、僕たちの折中車中泊の時、どうやって、えー、夜過ごしてるかっていうと、えー、もうほとんどの食事、お風呂っていうのは済んだ上で、車中泊のポイントにつきます。なので、例えばね、1時間ぐらいのアイドリングで、その間にブワーってヒーターかけて、車の中を思いっきり暖かくしちゃうんですよ。で、1時間ぐらい温めたらもうエンジンオフ。すると、 その時に作った余熱だけで、寝る時まで車内なんて全然あったかく過ごせるんですよ。1時間や、まあ、2時間ぐらいはね、キープできちゃうので、それだけで寝るまで快適に過ごせるんですね。なんで、我が家は実は、止めてからアイドリングストップっていうのはもうマナーだし、必須ではあると思うんですけども、まあそこは命も関わるところなんで、まあ1時間ぐらいは、えー、僕の中ではいいかなって思ってます。そんなガチガチにやって たら車中泊面白くなくななっちゃうしただねディーゼルの方はやっぱりどうしてもエンジン音がねうるさいので他にたくさん車中泊をされてる駐車されてる車とかがあったとしたらそこはちょっと考えなくちゃいけないかもしれませんちなみにその時に消費する、えー、ガソリンの量大体平均してどの車もアイドリング1時間で約1リットルぐらいまあ0.8リットルとかね、まあ、そんなふうに言われています なので、まあ、今だったら160円 ?70 円ぐらいかな ?1 時間の暖房費みたいに考えてます。当然、排出される排気ガスも調べたことがあります。僕のハイエースだと約 700g の排気ガスを排出するそうです。なので、まあ、もちろんなるべく止めるに越したことはないんですけども、FF ヒーターを導入するぐらいだったら、1時間の暖房費170円ぐらいで収めた方が、 まあ、コスパもいいかななんてね。まあ、いいか悪いかは皆さんで判断してください。これはうちのやり方です。その代わり、一番重要なのは窓、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 窓窓の断熱です。もう何よりも冷気が入ってきてしまうのはガラスです。窓なんでね。ここは全面断熱処理をする必要があります。必ずです。で、この時に、まあ、いわゆる えー、シェードみたいなものはいろんなメーカーさんから出てると思うんですけどももうここは絶対ケチらずに断熱性能の高いものを選んでくださいうちはねアイズっていうメーカーさんのシェードを使ってますこれもうね抜群に断熱性能高いのでこれを貼ってるか否かでさっき言った温めた車内の空気をキープできるかどうかっていうのは全然変わってきちゃいますなので一番大事なのは窓の 断熱です。ぜひ覚えておいてください。そして、今ね、車中泊の DIY でも結構たくさんの人がやられてると思うんですけども、そもそも車自体の断熱ですよね。天井面とか、それからサイドとかをしっかりとこう断熱材を入れたりとか、ウレタンね、入れたりとかして、皆さんやられてる方たくさんいると思います。もちろんね、絶対やった方がいいに決まってます。その方が当然、冷気も入ってこない。夏もね、 暑くならなくてっていう。快適度はもう格段に上がるので、車内の断熱っていうのはぜひやった方がいいと思います。じゃあ、マストかって言われると、うちやってないです。なんかね、もうね、あの、デフォルトので入ってるこの薄っぺらいね、ウレタンの断熱が多分入ってると思うんですけど、まあ実はね、これで困ったことが一度もないんですね。さっき言った通り、一旦車の中を温めてしまうと、寝るまでの間ぐらいだったら、 そんなそんな一気にこう冷気が入ってくるなんていうことも感じたことはないので我が家にとってみるとその車内の断熱っていうのもなくてもまあ何だったら20年以上その断熱なしの番で車中泊してるのでまあ僕にとってみるとそんなにマストではないですが何度も言いますけどもあった方が圧倒的に快適なのでそこはねできる人はやったらいいと思いますなくても全然できますのでそんなに気にしなくてもいいのかなって思います はい。で、この寝るときですね。寝るときには、えー、まずマット。マットどういうのを選ぶべきかっていうと、えー、まあいろんなものがあるので、好みがあるかと思うんですけど、厚みのあるインフレタブルのものがね、おすすめです。当然コンパクトになるっていうところ、それからインフレタブル、今厚みのあるやつね。8センチ、10センチなんていう厚みのものがあるので、寝心地がもう抜群に良くなる。それから、下からの 冷気をシャットアウトしてくれるので、そこそこ厚みがあるインフレータブルのマットっていうのを選ばれるといいと思います。じゃあ我が家何使ってるかっていうと、実は布団です。これはね、今20年もやってきたので、いろんなものを今まで使ってきました。当然インフレータブルが一番長かったかもしれないですね。それから空気で膨張させるコールマンのさ、 厚みが10センチぐらいある、もう、ボヨン、ボヨン、ボヨンってトランポリンになるみたいなね、すごいマットを使ったことあって、これはね、結構良かったんですね。ただ、毎度毎度空気を入れるっていう作業が、ものすごいめんどくさくて、電動ポンプで入れたりとかしたので、これがね、ものすごいめんどくさくて、やめたっていうのもあります。で、マットレス。折りたたみのマットレスを使ったりとかもしました。マットレスもね、非常に良かったんですが、最終的に寝心地が一番良かったのが、 やっぱり私たち日本人、布団だったんですね。なので、我が家はですね、通年を通して実は車中泊では布団を引いて寝てます。で、布団寝心地はいいんですが、結露してしまいまして、ま、えっと、ベッドと布団の間がね、結構湿ったりとかするので、ちゃんと乾燥させたりしなくちゃいけないっていうケアが必要になってくるので、 余計めんどくささは増えてるのかもしれないんですけど、ただ、うん、そのもう僕はね、もう布団の寝心地がもう抜群に気に入ってるので、やっぱね、布団を使ってます。ここは、あの、いろんなものがあるので、いろいろお勧すすめされてるの,の中から選ばれるといいと思います。一番いいのは絶対に車中泊マットですね。あれがいいと思います。で、ここに、プラス、ポータブル電源と電気毛布を組み合わせることで、無敵の寝床が 作ることができます。我が家の場合は、ダブルサイズの電気毛布を布団に敷いてます。で、その上に人が寝るようにしてるんですね。こうすることで、毛布だけ剥ぎ取られるっていう心配がなくなります。それから、下からね、温めてくれるので、均等にみんなが温かい環境で寝れるようになります。で、ここでおすすめしたいのが、以前の動画でもご紹介しました。車のメインバッテリーを リチウムイオンバッテリーにしてバッテリーから直接 12V を取り出してインバーターを使って家電製品を利用するっていう方法です。こうすると、えー、その消費された電力って、えー、走行充電でリチャージしてすることができるんですよね。これがでかい。特に消費する電力が大きい器具を毎日使うケースにおいては やはりそのバッテリーがリチャージされるっていうのがすごく大きいので、私はメインバッテリーを大型のリチウムイオンバッテリーに入れ替えて、ここから車中泊をするときに過ごす電力も供給するっていうやり方が一番ベストだと思っています。まあ、あの、ポタ電化、そういった方法で電源を確保して電気毛布を使うことで快適な睡眠を エるという、こういう方法を使うと、折中車中泊も非常にぬくぬくと寝ることができます。そして、皆さんね、あの、寝るときは、寝袋を使われると思うんですけども、ここで大事なのは、寝袋自体をマイナス20度まで対応している寒冷地用ですとかっていうね、分厚い羽毛のいい寝袋を使うのも、もちろんいいんですけども、僕の提案は逆で、寝袋は、 そんなに厚手のものじゃなくていいと思ってます。その代わり、え寝るときにダウンの、薄手のダウンのジャケットとかパンツを履いたりとか、着るものをね、あったかいものにしてあげて、薄手の寝袋で寝るっていう風にするのが一番ベストだと思ってます。これなんでかっていうと、夜、例えばおしっこに目が覚めて、トイレに行かなくちゃいけないってなった時に、えパジャマとかだとさ、もうすでに車内寒くなってる状態だから、そこから そこでね、あの寝袋から出るのとか自体がもうめっちゃ大変。だけども、そもそも寝ている時の格好があったかい状態だと、スッと出てね、トイレに行ったりとか、まあ、起床時も一緒ですね。朝起きてからも動きやすいです。なので、寝る時の格好をダウンや厚手のフリースなどを使って、ぬくぬくにしといて、寝袋自体はまあ十分な対応温度のものを使うっていうのが一番ベストマッチかなっていうふうに思います。 ぜひ参考にしてみてください。さあ、最後ですね。最後は、気、え、象、ー、時、朝起きてからね、もし雪が降ってた場合は、必ず、えー、マフラー周りの雪をかいてから、エンジンをかけるようにしてください。これだけを注意しておけば、寒冷地に行くための車の装備、そして雪中、折衷車中泊をするための車内の装備ね、これだけ今日僕がご紹介したものを準備されておくと、 最も快適に雪中車中泊楽しめるんじゃないかと思います。ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンも押してくれると嬉しいです。またこれからもね、冬の車中泊の情報いろいろ上げていきたいと思いますので、これからもぜひ動画見てください。それでは今日の、えー、天然パワーマの動画はここまでで,ではまた。バイ。 Dude, that father is ten and permed.